2013年12月時点での国別の対数メモリによる自動車生産台数これは各国の自動車生産の一覧で2013年以前の国際自動車工業連合会と他のデータを元にした指標には乗用車、ライトバン、マイクロバス、トラック、バスや観光バスを含む世界の自動車生産1950年からの各国の自動車生産台数推移各国で 戦後の復興が達成された60年代には生産台数は急増したが70年代には数度にわたる石油危機や強化され始めた排気ガス規制などもあり生産は低迷した80年代には核メーカーによる現地生産が始まり90年代にはその割合が増加していった21世紀に入り新興工業国特に中国 韓国、インドが大きく生産台数を伸ばしている。それに、反比例するかのように先進国での生産台数は横ばいから減少傾向にある。2009年には世界金融危機に橋を発した不況から米国を中心に生産台数が激減した。1950年からの各国の生産台数の占有率の推移九百五十年までアメリカがント。 以上の自動車を生産1950年代イギリス、ドイツ、フランスが生産に再参入1960年代日本が製造開始して80年代まで増加1980年代末まではアメリカ、日本、ドイツ、フランス、イギリスで全体の約80%を生産1990年代韓国が大量生産に乗り出す2004年に 韓国がフランスを抜いて5位になる2000年代、中国が大幅に生産量を増加。2009年には世界最大の生産国になる2013中国、韓国、インド、ブラジルとメキシコで43%、アメリカ、日本、ドイツ、フランスとイギリスで34%各国の自動車輸出の割合。ありがとうございます。